こんにちは。ゆっくり霊夢です。こんにちは。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は、遊女の生活と避妊方法について解説していくぜ。遊女といえば、男性を相手に体を売る仕事をすることから、究極のサービス業であったと言えるよね。だけど表では華やかにしていても、裏には想像を絶するようなきつい生活があったんだ。一体どんな闇があったのか気になるよ。この動画を見ると、あまりにも残酷な遊女の暮らしぶりや避妊方法がわかるから、ぜひ最後まで見てほしいぜ。それではゆっくりしていってねー。花魁は吉原遊郭の遊女の中でも位の高い女性のことを指して、現代の高級娼婦、高級愛人などにあたる。そして吉原遊郭は、江戸幕府によって公認された江戸の遊郭のことだ。当初は日本橋近く、現在の日本橋人形町にあって、明暦の大火後に浅草寺裏の日本包に移転、日本橋近くにあったものを元吉原、浅草寺裏の日本包に移転したものを新吉原と呼んでいたぜ。ふむふむ、徳川家康が1590年8月30日に江戸に入府して、その後1603年に征夷大将軍に任じられて江戸幕府を開くと、江戸はわずかに活気づいて鎌倉時代以来の関東の武士の都となった。家康は東海地方から多くの家臣団を率いて江戸に入ったから、江戸の都市としての機能の整備は急ピッチで進められることに。そのため関東一円から一足を集めたこと、また戦乱の時代が終わって、職にあぶれた浪人が仕事を求めて江戸に集まったことから、江戸の人口の男女比は圧倒的に男性が多かったと考えられるぜ。どれくらいの比率だったのかな？江戸時代初期の記録は確かなものはないんだけど、江戸中期では人口の3分の2が男性という記録がある。そのような時代背景の中で、江戸市中に遊女屋が点在して営業を始めるようになった。江戸幕府は江戸城の大普請を進める一方で、全国を支配する政権の所在地として、武家屋敷の整備など江戸の都市機能を高める必要があった。だから庶民は移転などを強制されることが多くあって、中でも遊女屋などは移転をたびたび求められていた。そのあまりの多さに困った遊女屋は、遊郭の設置を陳情し始めたんだ。それで、その陳情は認められたの？当初、幕府は相手にもしなかったんだけど、1612年に元は駿府の商家の主人で遊女屋を営む庄司仁右衛門を代表として陳情した際に、客を一晩飲み止めて連泊を許さないこと、偽られて売られてきた娘は、調査して親元に返すこと、犯罪者などは届け出ることの3つの条件で、陳情した結果、やっと受理されたぜ。いろんな条件が付けられたわけだね。だけど受理はされたものの、大阪城によって幕府の支配に服さない、豊臣秀頼への対応に追われていた当時は遊郭どころではなかった。陳情から5年後、大阪の陣で豊臣氏が滅びた後の1617年に陣右衛門を総大名主として、江戸初の遊郭である吉原の設置を許可したぜ。そうだったのね。その際に幕府は陣右衛門の陳情の際に申し出た条件に加えて、江戸市中には遊女屋を他に一切置かないこと、遊女の市中への派遣もしないこと、遊女屋の建物や遊女の着るものはカビでないものとすることを申し渡した。だけど寛永の頃までは、遊女が養生所に出向いてお茶を出す係を務めていた。そのため遊郭を皇居にすることでそこから名が金、つまり上納金を得られる上、市中の遊女屋をまとめて管理する治安上の利点、風紀の取り締まりなどを求める幕府と、市場の独占を求める一部の、遊女屋の利害が一致した形で吉原遊郭は始まった。ほほう。ただその後の吉原遊郭の歴史は、江戸市中で幕府の許可なく、営業する違法な遊女屋との競争を繰り返した歴史でもある。幕府の許可なく営業していた遊女屋は、岡場所と呼ばれていたぜ。そうなんだ。花魁は遊女の中でも位が高い女性を指すんだけど、彼女たちは美しい容姿と高い教養を兼ね備えていた。きらびやかな衣装や髪型は、当時の流行を作る、ファッションリーダー的な存在でもあったんだ。誰でもなれるというわけじゃなかったことがわかるよ。また花魁は、美貌だけじゃなく教養を備えていて、芸事にも秀でていることが必須だった。時代によっては、花魁ではなく太夫と呼ばれていた時期もあるようだ。遊女たちが夢見た、花魁になる方法も教えてよ。それはまず、吉原の出世コースにうまく乗らなければいけない。家が貧しいあまり、口減らしのために親権者の都合で是言。つまり女性の売買を生業とする仲介業者、または直接親権者の手により、吉原へお金と引き換えに年季奉公へ売られた少女は、この出世コースに乗れるかどうかで将来が決まると言っても過言ではない。ただ何も知らない無知な少女を高級遊女にするためには、何かとお金や時間がかかってしまう。そのため老主は、見込みのある少女の選別をしていたそうだ。ほうほう、遊女デビュー前のカムロは、先輩遊女について彼女たちの身の回りの世話をしながら、吉原遊郭のことを覚えていく。先輩遊女一人に対して1から3人のカムロがつき、
アリンス、などに代表されるクルは言葉はこの頃に覚える。言葉遣いも違うもんね。超高級オイラン付きのカムロともなれば、オイラン道中にもついていくこともあったそうだ。そしてカムロが成長して13から14歳になると心臓出しを経て、遊女になる次のステップである心臓になった。本格的に先輩遊女の下で、遊女としての接客法などを見習うんだ。中でも将来有望な心臓は振袖心臓と呼ばれて、オイラン道中に参加していたぜ。カムロに慣れた少女は、出世コースに乗るための条件をクリアしたようなものだね。そうだな。そもそも出世の条件の一つが、まずは年齢だ。店に年季奉公へ出される年齢は個人個人で異なるけど、幼い女の子だと世間に手を引かれて7から8歳でやってくる。もう少し成長して10歳以上で店に来る少女もいる。でもカムロに慣れたのは、10歳までに売られてきた少女だったんだ。10歳以上だとどうなるの？いきなり心臓になることもあったようだ。この心臓というのは、振り心ではなく止め袖心臓だった。この二つの違いは、お客さんを取るか取らないか。止め心も振り心と同じように先輩遊女に付き従って、遊女としてのノウハウを見習う。でもカムロ経験を経ていないこともあって、老子から高級遊女になる見込みなしであると、判断されてお客さんを取らなければいけなかったんだぜ。随分と扱いが違ったんだね。ただカムロから心臓になれたとしても、老子の判断で振り心ではなく止め心になることがあった。吉原が江戸第一の高級遊利としてあり続けられたのは、このカムロから振り心にステップを踏むというシステムによる、英才教育によるものだとされているぜ。他にも条件はあったのかな？二つ目の条件は、養子だ。カムロ時代に見極められることになるんだけど、老主がカムロの養子や素質を見て特に将来性が感じられた少女は、手元に引き込んで、引き込みカムロとして特別に育てた。この時に三味線などの基本的な芸事を特訓して、13から4歳で振り心になる。振り心が付き従うのは、花魁の中でもさらにトップクラスの超高級最高位花魁だ。宴席時には姉遊女のお客さんに対して、お酌をしたり舞を披露することもあった。こういった振り心の客の仕事の功績などは、振り心が成長した後に、上顧客のハートをつかむことができるかどうかを測る、機会の一つだったと考えられていたぜ。大変な仕事だよ。普通の遊女と花魁とでは、その客層が違っていた。普通の遊女と遊びに来るお客さんは、主に吉原で遊ぶ金を集めてきた、レベルの江戸の町人。一方で花魁の相手は、大名やお大臣と呼ばれる、豪商など上流階級の人々だ。だから彼らに楽しんでもらうためにも、知的な会話術や芸事などは必須だったんだ。例えばどんな？茶道、華道、香道、書道、書画、墨絵、和歌、漢詩、囲碁、将棋。他にも歌舞音浴面では琴や三味線、歌、舞踊のほか、呼吸、鼓までも習得しなければいけなかったぜ。わぁ、そんなにたくさん。しかもこれらを習得した中でも、特に秀でたものが欲しかったようだ。そのため国学者、加藤千景の門人になった花魁や、上がり江流の書を学んだ花魁もいた。あらゆる芸事に秀でた花魁は半年前から予約しないと会えないほどの大人気で、将来的に身請けというチャンスをつかむためにも、様々な教養を身につけておく必要があったんだぜ。努力を積んで美しくきらびやかで知性も兼ね備えているとなると、江戸のファッションリーダーと呼ぶにふさわしいと言えるね。華やかな世界であることは確かだけど、花魁をはじめとする、遊女たちは性を売る仕事に変わりないのよね。そこで付きまとうのが、避妊や性病といった色々悩みだ。遊女たちは男性のお客さんを相手に性的なサービスをする。いわば究極のサービス業を生業としている。だから、万が一妊娠してしまったら仕事にならなくなってしまう。そのため花魁を含めた遊女たちは、お客さんを取る際には避妊をしていたぜ。でも、江戸時代ではまだ現代のように医学も発展していないよね。だから避妊の方法も少々強引だったり、今の私たちからすれば到底うまくいくとは考えられないような方法もあった。現代より性に対する考えがおおらかだったと言われる。江戸時代だからこそ、望まぬ妊娠は避けたいものだったようだぜ。今ならコンドームやピルといったものがあるけど、江戸時代の人たちはどのように避妊していたのかしら。最も普及していた方法の一つが、爪噛みだ。簡単に言ってしまうと、和紙を膣に詰めて精液の侵入を防ぐといったものだ。行為の前にミス紙という高級な和紙を口で噛んで丸めて、膣の奥に入れていたぜ。今で言うペッサリーだね。もう一つ普及していた方法は、線滴と呼ばれる対策だ。行為後にひたすら膣の中を洗い流すという方法で、オイランのような高級遊女は複数の避妊方法で妊娠しないよう対策をしていたそうだ。遊女の浴室やトイレには必ず洗滴ができる場所が用意されていた。あらかじめお湯を桶に汲んでおいて、事後に洗滴して膣の中の精液を洗い流していたんだ。
なんだか気休め程度にしかならない気もするけど、性病の感染を防ぐ意図もあったようだ。さらに、コンドームの原型とも言えるものもあった。動物の皮や魚の浮き袋でできていて、オランダからの舶来品だ。とても高価な割に使い心地は悪いし、あまり効果もなかったという。他にも、兜型や鎧型といったコンドームと同様に、男性器の先端につけて使用する避妊具も存在していた。でも避妊具としての茎袋や兜型、鎧型はすぐに外れてしまうため、あまり役に立たなかったようで、むしろ洗い道具、今で言う、大人のおもちゃとして使われたそうだ。こういった避妊具を使うとなると道具代がかかってしまうから、下級遊女には厳しかったようだぜ。そうなると、彼女たちには線滴が一番手軽で有効な避妊の手段だったかもしれないね。また、薬による避妊方法もあった。避妊薬は江戸時代末期になって登場。代表的なものは1日丸や天女丸だ。1日丸は毎月1日に飲むと、避妊効果があると言われていて、現在の価格で言うと7000円ほどの高級品だった。でも、期待するような効果はやはり得られなかったというぜ。じゃあ、もう一つの天女丸は？避妊効果とともに生理不順にも効果が見られたというものだった。これは服用をやめればすぐに妊娠することができる、現代のピルのようなもの。これらの薬は花魁や遊女だけじゃなく、一般庶民の間でもとても流行して売れていた。この天女丸を作ったのは式亭三馬という人で、江戸時代後期の作家で、お風呂屋さんを舞台に庶民の生活を描いた浮世風呂で人気を博した人物だぜ。なんと、医者かと思いきや違うんだ。三馬は作家用の他に薬の販売、製造も行っていて、避妊薬天女丸は看板商品だったんだぜ。そりゃびっくりだよ。そして、お灸を据えることも当時は避妊方法の一つだった。江戸時代には、毎年2月2日にへその下にお灸を据えると、妊娠しにくくなるというジンクスがあった。そのため遊郭では、毎年2月2日に花魁から下級遊女までみんなでお灸を据えたそうだ。医学が発達していないからこそ、単なるジンクスであっても、立派な避妊方法の一つだったわけだ。そうか。さらには、毒を飲んであえて中絶して妊娠しにくい体にするという方法まであった。水銀や麦角菌という麦に含まれている菌を利用して流産を促すんだけど、毒素がとても強くて命を落としてしまう遊女も少なくなかったそうだぜ。まさに命がけの商売だったのね。どれだけ手を尽くしても、江戸時代には、これといって確実に近い避妊方法は存在していなかった。そのため、望まない妊娠をしてしまうことはもちろんあった。妊娠してしまった場合、間引きと呼ばれる乳児殺しや、堕胎が行われることも少なくなかったそうだ。実際に遊女のほとんどは、中絶する選択をしていたぜ。気になるのは、その中絶方法だよ。江戸で堕胎専門医として知られていたのが、中将優だ。遊女たちは妊娠してしまうと、この中将優の医者の元へ駆け込んでいた。中将優は豊臣秀吉に仕えていた中将隊等を外する外科、産婦人科の一派で、方法としては頬月を煎じた薬や、水銀と米粉を合わせた薬を服用するといったものだ。頬月に含まれるヒスタミンという成分には、子宮収縮作用があるため、これが中絶に使われていたようだぜ。なるほどね。また病院には行かずに、団子などに使われている櫛で子宮から、かき出すという洗い方法も実践されていた。女性の体にとても負担がかかるし、出血多量で死に至ることもたびたびあった。でも一度中絶が成功してしまえば二度と妊娠できない体になるから、遊女にとっては究極の避妊方法というひどい価値観があったのもまた事実だぜ。出産という道を選ぶ女性はいなかったの？もちろんいたぜ。花魁などの高級遊女が、出産を許されていた。女の子が誕生した場合は遊郭で育てられて、10歳になると、将来の花魁候補としてカムロになる。男の子が生まれると、遊郭の下働きになったそうだ。遊女が望まない妊娠をしてしまうと、そもそも中絶を選ばざるを得ないか、もしくはせっかく出産して子供が生まれても、その人生が決まってしまっているのが、なんともかわいそうなところだぜ。選択できる運命が限られているということはとても悲しいことだね。その後、三代将軍、徳川家光の治世である1667年に幕府が堕胎禁止令を発布し、堕胎を禁止。また、五代将軍、綱吉の治世にも同様の禁止令が出された。それでも中絶がなくなることはなく、堕胎は潜りの医者として需要に応え続けた。現代でも、妊娠してしまったら中絶すればよいという、考え方が残っているのにも納得してしまうぜ。そういう背景があったのか。遊女は多くの人と接するし、運動不足になりがちで不規則な生活を送っていた。遊女の仕事は過酷な上、ほとんど家の中で日にも当たらず、食べて寝るだけの生活だったぜ。彼女たちが健康を維持することは難しかっただろうね。だから、あらゆる病気に感染しやすい体質、環境だったようだ。
避妊や中絶の失敗だけじゃなく、病気によって命を落としてしまう遊女も多くて、江戸時代の遊女は平均寿命が22歳程度だったと言われている。30歳まで生きることができたのはごくわずか。しかも、亡くなればお寺に投げ込まれていたというぜ。ひどい。避妊具なしで不特定多数の男性と関係を持たなければいけなかったから、性病を避けて通るのも難しかった。特に梅毒が流行っていて、その兆候や症状は進行に応じた4段階でそれぞれ大きく異なっている。自然換気と誤解するような潜伏期を3度挟みながら病状が徐々に悪化していき、最終的に死に至ることもあるとても恐ろしい病気なんだぜ。江戸時代には有効な治療法もなかっただろうしね。末期になるとゴムシという弾力のある腫瘍が全身にできて、そこが壊死して崩れていくそうだ。梅毒になると鼻が落ちるなどというけど、ここまで悪化してしまうともう店に出ることはできず仕事を失うことになった。その一方で、梅毒を経験した遊女は妊娠、出産しにくい体になる。見た目も病気の激しい苦しみで痩せこけて青白い肌になって、遊女としての格が上がったとか、一人前の遊女になったとみなされていた。さらに梅毒を克服した女性は演技が良いとして、お客さんからの人気もアップしたというぜ。そんなバカな。性病以外では、肺結核などの感染症が挙げられる。とても致死率が高く、もちろん治療法はなかった。遊女だから特別かかりやすいというのには語弊があるけど、たくさんの人と直に接する仕事であるがゆえに感染症にかかるリスクは、一般庶民よりも高かったのかもしれないな。もし肺結核になってしまったら、どうしていたんだろう？栄養があるものを食べてゆっくり休み、自然治癒力に頼るほかなかったぜ。でも、仕事を休んでしまうと借金が増えてしまうよね。だから体調不良を押して店に出て、悪化してしまうこともしばしばあったようだぜ。店のお客さんである男性が気に入った友情を指名して、仕事を辞めさせることを、身請けという。身請けをするにはまず、お客さんが店の老朽に、遊女の身請けをしたいということを相談するんだ。そして許しが出れば、お客さんは遊女の身代金と借金を払う。身代金だなんて物騒だね。オイランや遊女たちの一部は農村などお金のない家庭から、クルワに売られてくるものがほとんどだったから、売られてきた時の身代金は、そのまま遊女たちの借金となっていた。そのお金のことを、身代金と言うんだぜ。そうだったんだ。江戸時代のオイランは一晩のお値段がかなりの高額で、年季が明ける前の身請けは難しいとされていた。だから身請けをするのは一般庶民の男性では難しく、大商人やお金持ちが多かった。身請けをされたオイランや遊女のその後は、お金を払ってくれた男性の愛人となるのがほとんどだ。でも遊女は教養が高いから読み書きやそろばんができるものも多くて、地方の商人などが身請けをして妻にすることもあったようだぜ。美しさや教養があれば、遊郭という闇の側面を持つ場所から、救い出してくれる王子様が現れることもあったわけだね。辛く苦しい生活の中で、オイランや遊女も夢を見ることができたようだぜ。とは言っても、総じてオイランを含めた遊女たちは、かなりハードな生活を送っていたことがわかったよ。華やかな一面を持っていたことも確かだし、教養もあった。一概に男性に性的なサービスをする職業であるという、イメージばかりでは、ちょっと失礼になってしまうよな。華やかな一面と闇の一面を理解した上で、オイランや遊女を改めて見直してみると、歴史の見方自体が変わってきそうだね。ああ、そうだな。ということで、今回の動画は以上だぜ。この動画が面白かったらチャンネル登録とグッドボタンを、ポチッとしてくれたらとっても嬉しいぜ。よろしくお願いします。それでは皆さん、最後までご視聴ありがとうございました。